はい、えー。今回は、えー、リクエストいただきました。えー、こんな感じの、えー、背景のアニメーションに合わせて、えー、文字をくり抜いて、えー、反転表示させるような表現の作り方を解説していきます。えー、まず、新規コンポジションを作成します。コンポジション。新規でカット01。で、5秒のコンポジションを作成します。で、新規平面で背景を作成します。BG01。 白い平面を置きます。そして、テキストも配置します。大きさも調整して、真ん中に配置しておきます。ちょっと文字の間隔も調整します。オルトキーを押しながら、 矢印キーの右と左で間隔を調整します。こんな感じですね。で、えー、背景にはエフェクト。描画から 4色グラデーションを適用しておきます。で、白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 で、グレーを混ぜていき、グラデーションさせておきます。 でこんな感じとしておきます。そして次に、えー、マットとなるアニメーションを作っていきます。コンポジション、新規でマット01でマット用のコンポジションを作成します。そして新規平面で白い背景を置いておき、シェイプレイヤーでアニメーションを作っていきます。 ま、ざっくりと。書いて、動かしていきます。まず、R で回転ですね。15度。で、キーフレームを打ち、マイナス15度。さらに10コマ後に、15度に戻る。 アニメーションですね。こんな感じで。で、キーフレームをすべて選択し、F9 で Ease をつけておきます。さらに、アニメーション、エクスプレッションの追加から、プロパティループアウトで、ループさせておきます。こんな感じですね。さらに、左右に触れるような動きもつけておきます。置にキーフレームを打ち、 10コマ後に左に移動。さらに10コマ後に最初のキーフレームをコピーして元の位置に戻るようにします。こんな感じですね。で、こちらも同じように e ーズをつけてアニメーション・エクスプレッションでループを設定しておきます。ループアウトですね。 こんな感じですね。さらにアニメーションをつけていきます。シェイプを書いて、1ですね。キーフレームを打ち、右に流れていくようなアニメーションをつけておきます。 こんな感じですね。で、Ctrl-Shift-D で不要な部分は削除しておきます。そして、Ctrl-D で複製し、少しずらして。若干形も変えておきます。こんな感じですね。さらにもう一つ、右から。 流れてくるようなシェイプも作成しておきます右に移動して左へ流れていくとで速度を調節して 後は削除。ー D でデリート。で、位置を調節。こんな感じですね。さらにもう一度繰り返せるように、すべて Ctrl-Shift-D で複製して、後ろへ移動しておきます。こんな感じですね。 こんな感じのマットとしておきます。で、背景の白は非表示。で、カット位置に戻ります。えー、これでベースとなる素材がすべて用意できましたので、えー、アニメーションを組み立てていきます。えー、まず、こちらのテキストですね。Ctrl D で複製します。で、一つはこの黒いままで置いておき、非表示にしておきます。で、もう一つのテキストは背景と同じ模様で用意しておきます。 えー、コントロール D で背景を複製し、この文字の下に背景を置いておきます。で、この背景をアルファマットにすることで、この背景の形を文字でくり抜いた状態にしておきます。すると、こんな感じで文字が背景の模様になります。ですので背景を表示させると、何も見えなくなってしまいます。 これで背景模様のテキストと黒いテキストが用意された状態になっています。で、この背景模様のテキストと背景の間に先ほど用意したマットを置いてあります。すると、こんな感じですね。このマットが乗っている部分だけ文字がくり抜かれて見えるような表現になります。次に上に置いてある 元々の黒いテキストですね。を表示してやると、こんな感じですね。えー、一番上に置いてあるので、先ほどのマットでくり抜かれた部分のテキストを、覆いかぶさって隠してしまう形になっています。ですので、もう一つマットを配置します。で、テキストをマットでくり抜く形にしてやります。アルファ反転マット。すると、 こんな感じですね。マットが乗っている部分だけテキストが表示されないようになります。で、両方表示させると、こんな感じで、背景のアニメーションが乗っている部分だけテキストがくり抜かれて反転した表示になります。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。